ジェームズ・アラン・ヘッドフィールドは、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター、ギタリスト。身長185センチメートル。同国のヘビーメタルバンド、メタリカのフロントメンバー。ローリングストーン氏選出、歴史上最も偉大な100人のギタリスト第87位。バンドで明から1984年までは、1980年に200ドルで購入した。 日本のエレクトラ製のフライング V のコピーモデルを使用、フロントリアどもに、セイモアダン完成の高出力、ハムバッカー、インベーダーを搭載。このフライング V のコピーモデルに関してジェームズは、ある特定のバンドを愛するキッズのほとんどは、彼らが使っているのと同じギターを欲しがるもんだろ。俺はずっと白いフライング V が欲しかった。スコーピオンズ、ジューダス・プリーストだ。あれは、 ヘビーメタルギターだった。わかるだろ、マイケル・シェンカーだ。ホワイト部位を持つのは、俺の夢だった。コピー商品なのは知っていたが、俺らは、本物のギブソンのように扱ってた。マイケル・シェンカーが持ってたから、俺も持つ必要があった。と述べ、かなりの愛着を持って使用していた。しかしネックが折れるなど故障したため、以降は、ソホワットと、 モアビアと書かれたステッカーを貼った日本の白の1984年製のギブソンエクスプローラーを使用し始める。1年にも満たないほどの短期間ではあるが、ダンカンインベーダーを搭載し、ヘッド部にキルボンジョビというステッカーが貼られたジャクソン製キング V を使用した時期もあった。サードアルバム時は前日の84年製エクスプローラーとキング V を使用していたが、ホースアルバム時に パークが ESP と契約し、シグネチャーモデルを制作したことをきっかけに、ESP 製のギターに興味を持ち、自らもエクスプローラーシェープをオーダーし、中指を突き立てた、インレイが有名な、ットファックというペイントが書かれた白の ESP 製、エクスプローラーシェープを使用し始め、ここからピックアップも EMG60 と81を搭載するようになった。また、 現在はフライング V、レスポールシェープも愛用し、クリーンサウンドを用いる楽曲では、剣道練習製のエクスプローラーシェープも愛用している。これらのギターには、共通スペックとして、マシンヘッド部は、スパーゼル社のロック式ペグ、トリンロックを装備し、ピックアップは EMG60.81 のコンビネーションから、同社から出ている、自身のシグネチュアモデルのピックアップに乗せ替えられている。 レコーディングや MTV、アイコンのステージでは ESP のホレストシェエップの7弦ギターも使用した。以前は ESP とリミテッドからジェームズ仕様のエクスプローラーと同型のモデルが販売されていたが、現在はカタログから外されている。現在 ESP から発売され、ステージでも使用頻度が高い各種シグネチュアモデルのギターには並々ならぬ 関わりが凝縮されており、見た目、音、重量、ジャックの位置、スイッチの配置、オリジナルデザインの陰イ,イやその角度等の細部まで関与し、ESP と納得いくまで話し合いを重ねて制作されている。ジェームズは重量が軽めのギターを好むとされ、ギターには厳選された軽量なマホガニー材が使用される。アンプやエフェクター等の機材に関しては新しいもの。 好きなカーク、保守派なジェームズというイメージが持たれているが、ギター本体に関してはカークは、ボディシェイプも含めスペックは、ほぼ決まっていて、新しいギターを制作する際も、ペイントやカラーリングのみの変更や細かい部分の、マイナーチェンジのみで済ますことが多いのに対し、ジェームズは丸っきり新しいオリジナルシェイプのモデルを作るなど、他の機材とは逆の思考となっている。なお、ストラップは、 カナダのレビーエッセイを、ゲンはアーニーボール製の011から050を、ピックはジムダンロップ製のシグネチュアモデルの 1.14mm を使用している。セカンドアルバム、ライド・ザ・ライトニングの、レコーディング前までは改造されたマーシャル1959のアンプを愛用し、プロコシャのラットでブーストしていたが、レコーディングの直前、ボストンの空港で、バンド機材の盗難に遭い、 ライド・ザ・ライトニングのレコーディングは借り物の改造されたマーシャル JCM800 で録音された。その後、当時のエクソガスのギタリストであったリック・ヒュー・ノルトの勧めによりメサブギーのアンプに乗り換えることになった。この時メタリカはメサブギー製の Mark2C プラスを4台購入したという。以降の各アルバムのレコーディングで使用したアンプは以下の通りである。 エースアルバム以降はメインアンプとしてディーゼル VH-4 を使用することが多い。この VH-4 は使用として現代のモダンヘビネスな音楽スタイルや7弦や8弦といった多弦ギターの低音に対応すべくかなりの歪み量と重低音が出せる4チャンネル仕様のアンプでジェームズは CH3 固定でゲインをかなり控えめにし、 イコライザー類もややローを上げ気味にする以外はむねフラットにしたセッティングで特にエフェクター等はかませずに使用しているがそれでも十分すぎるほどの歪み量と重低音を弾き出しているジェームズはなお JC-120 は主にクリーントーンを奏でる時に愛用している以前はライブでも JC-120 のヘッドタイプのものをラックに組み込み使用していたが 00年代に入ってからは、LINE6POT X3 Pro で JC-120 のサウンドをシミュレートして使用していた。現在は、ジェームズ、カークどもにライブにおいては、フラクタルオーディオをシステム社のアックス付き CE を使用し、アンプモデリング機能を用いてサウンドメイクしている。乗り換えた理由は、普段のライブと同じ機材で、 テレビ局のスタジオなどで演奏すると、全くにつかない音になってしまうなどの予測できない想定外の事態に対応するために、あらかじめ、レコーディングスタジオの完璧なセットアップの状態のアンプのサウンド、セッティングをアックスフキ c に取り込みモデリングし、どんな場所でも安定したサウンドを得られるようにし、サウンドチェック等における時間と労力の節約、軽減を主な目的としたもの。 このサウンドは2020年に発売された S&M に似て初めて公式にレコーディングされ聴くことができる。ありがとうございます。